が一本のホームラン、はい、ジャッコ。まあ勝負強いですし、状態も良さそう。今日は森下にランナーを溜めた状態で回せるか。本当にでもね、シーズンを考えますと夏場以降は森下が打線牽引してましたよね。まあそんな感じでしたね、はい。7月19日の最小角も3割2分10本のホームラン、抜群の勝負強さで立っていきました森下翔太。